6コースは6号艇中澤和志です。枠なり3対3の台形第11レースの予選競争スタートしていきました。わずかですが内折り3艇がスタート先行、そのまま1番2番3番ほぼ揃って並んで1番手、最初に1号艇のイルスが運ぶ、3号艇の赤坂幕に出し抜けました。へさきを入れてきた3号艇でしたが直前でぐっと1号艇の井口が前に運んでいく体勢、リードを一気に2艇身3艇身と広げていく1号艇の井口、その後に3号艇の赤坂、そして5号艇の4号艇の赤坂、5コースに5号艇の桑原優、そして大外は大村、3年ぶりという戦いになっています。6号艇の西村達也、第11レースの準優勝戦枠なり3対3の体型です。スタートしていきました。振り込んでいった4号艇5号艇あるいは1番と2番も内折りいいスタートを運んでいきましたが、最初に1号艇の井口が行く、3号艇の木下、あとは2番4番5番と続いて最後6番となりました。先頭は1号艇の井口がすでに独走態勢、2番手接戦は4番3番5番ですが少し5号艇が遅れを取る、4号艇の赤坂外は、そして6号艇大阪田中慎一郎、緊張は苦難の道を歩み、その渦中にあってチャンスをものにしてきたこの優勝戦です。第12レースの優勝戦は1番2番3番4番5番6番の体系スタートしていきました。ほぼ横一線でした。1番と2番がスリッターと少し覗いていっていますか。まずは1号艇運んでいた井口、3号艇の新田、外に2号艇差し、後ろは4番6番ちょっと詰まってしまいましたが、先頭は1号艇の井口がリード、その後に3号艇2号艇と並ぶ、そして5号艇がそれを追って4番で離れてしまった6号艇4号艇という格好で2番手に向かいます。5番4番6番の3対32秒1秒、今スタートしていきました。さあスリットボール角から5号艇の寺田翔、そしてインコース2コースが出ていきますが、1枠は逃げる1号艇の井口でまくっていった5号艇の寺田、そして2号艇4号艇3号艇6号艇ですが、バックスレッチャーここは陰性から踏ん張って1号艇インクの井口よしのり、そして2番手の水がインコースから6号艇2号艇5号艇6 4号が固まって後ろで3号艇と2号艇4番5番6番と枠なり3対32秒1秒、今スタートしていきました。コースターは1コース2コースから1号艇と2号艇、ダッシュ艇から5号艇6号艇のいいスタート、まずは逃げる1号艇の井口で、刺して2号艇の吉川で真ん中を攻めて先号艇で後ろ5番4番6番でバークセッチャー1号艇陰線から押し切った、ここは1号艇で井口吉典人気の中心、さあ2番手の次は2号艇と3号艇内役3艇スロー勢が上位、あとは546になった。